今回は、ファットバンドじゃなくて、スクワットと、プッシュアップ、胸と足のトレーニングを、ちょっとやってみようかなと思います。自分はチューブ使いますけど、チューブなくてもいいし、もしくはダンベル使ってもできるので、よかったら、合計で約7分間やってみてください。で、足は肩幅ぐらい開いて、チューブの方は手は腰でいいです。ゆっくり下ろします。できれば膝が直角ぐらいまでアップ。足の裏全体で床を押していきます。テンポアップ、ツーツー。音楽聞こえますかね。これに合わせてできれば動いてください。チェンジ、スリーを3つとして1でクイックアップ。あと1回、今度逆です。1で落として3つ投げます。ワンスリー、あと2回、テンポアップ、シングル、これ8回いきます。下でゆっくり入れてください。8回ボトムハーフ、あと4回、1セット終わった。ゆっくり押して休憩取るなら、ここで基本的に休憩取ってないんで休んでください。あと1回、ツーツー。本当は横から見せたいんだけど、これチューブだからこのままでいきます。スリーワン、足の全体でできればいい、ももの前に力を感じてもらえれば OK です。ワンスリー、ラスト1回、シングル、下半分ボトムハーフ、ゆっくり下で空気質も揺れて、あと4回、胸張って1つ増えます。下でパルス、早く、あと8回、アップ、ゆっくりスローダウン、休憩となる、ここ1回、シングル、あと1分切った、ボトムハーフ、ゆっくり8回、パルス、スーパースロー、ゆっくり、チェストいきます。数が多いんで腕立て伏せ、膝ついてても OK です。ツーツー、確実に深く曲げられる方で
もちろん上げられたら上げてください。スリーワン。手の間に胸を持っていく。逆、ワンスリー。テンポアップ、シングル。呼吸、呼吸、止まりやすいんで吸って吐いて、今度はパルス下で3回。この曲も休憩がないんで2-2。休むならここ3-1。ワンスリー、シングル。パルス。スーパースロー。ストップ。シングル。パル3-3-2。最後、下で7回。スーパースロー、ゆっくりだ。